ビヨンの妻太宰治原清慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて私はその音で目を覚ましたがそれは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますからそのまま黙って寝ていました夫は隣の部屋に電気をつけは はぁとすさまじく荒い呼吸をしながら机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し何やら探している様子でしたがやがてドタリと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえましてあとはただ「はあはあ」という荒い呼吸ばかりで何をしていることやら私が寝たまま「おかえりなさいまし」 ご飯はお済みですかおとだなにおむすびがございますけど。と申しますと、いやあ、ありがとう。といつになく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです熱はまだありますかと尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは、 来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または夫の主毒のせいか、病毒のせいか、よその2つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとか、いやいやとかを言えるくらいが関の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、 裸にして抱き上げてあんまり小さく醜く痩せているので寂しくなって大勢の人の前で泣いてしまったことさえございましたそうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり熱を出したり夫はほとんど家に落ち着いていることはなく子供のことなど何なと思っているのやら坊やが 熱を出しましまて、と私が言っても「ああそうお医者に連れて行ったらいいでしょう」と言って忙しげに二重回しを羽織ってどこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくってもお金も何もないのですから私は坊やに添い寝して坊やの頭を黙って撫でてやっているよりほかはないのでございます。 けれども、その夜はどういうわけか、嫌に優しく、坊やの熱はどうだ、など、珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりも、なんだか恐ろしい予感で、背筋が寒くなりました。何とも返事のしようがなく黙っていますと、それからしばらくは、ただ、夫の激しい呼吸ばかり聞こえていましたが、 ごめんください。と、女の細い声が玄関でいたします。私は、そう見に冷水を浴びせられたようにゾッとしました。ごめんください。大谷さん今度はちょっと鋭い誤調でした。同時に玄関の開く音がして、大谷さんいらっしゃるんでしょと、 はっっきり怒っている声で言うのが聞こえました夫はその時やっと玄関に出た様子で「何だいとひどくおどおどしているような間の抜けた返事をいたしました「何だいではありませんよ」と女は声を潜めていい「こんなちゃんとしたお家もあるくせに泥棒を働くなんてどうしたことです」。 人の悪い冗談はよして、あれを返してください。でなければ、私はこれからすぐ警察に訴えます。何を言うんだ。失敬なことを言うな。ここは、お前たちの来るところではない。帰れ帰らなければ、僕の方からお前たちを訴えてやる。その時、もう一人の男の声が出ました。先生。 いい度胸だねお前たちの来るところではないとはでかした。呆れて物が言えねえや。他のこととは違う。よその家の金を、あんた、冗談にも程度がありますよ。今までだって、私たち夫婦は、あんたのために、どれだけ苦労をさせられてきたか分からねえのだ。それなのに、こんな、今夜のような情けねえことをしでかしてくれる。 先生、私は見損ないましたよ。ゆすりだと、夫はいたけだかに言うのですが、その声は震えていました。虚活だ帰れ文句があるなら明日聞く大変なことを言いやがるな、先生。すっかりもう一人前の悪党だ。それではもう、警察へお願いするより手がねえぜ。 その言葉の響きには、私の全身、鳥肌立ったほどのすごい憎悪がこもっていました。勝手にしろと叫ぶ夫の声はすでに上ずって、空虚な感じのものでした。私は起きて寝巻きの上に羽織を引っ掛け、玄関に出て、二人のお客に、いらっしゃいまし、と挨拶しました。 いやこれは奥さんですか膝切りの短い街灯を着た五十過ぎくらいの丸顔の男の人が少しも笑わずに私に向かってちょっとうなずくように会釈し,しました女の方は四十前後の痩せて小さい身なりのきちんとした人でしたこんな夜中に上がりまして とその女の人はやはり少しも笑わずにショールを外して私にお辞儀を返しました。その時、柳輪に夫は下駄を突っかけて外に飛び出ようとしました。おっと、そいつはいけない男の人はその夫の片腕を捉え、2人は瞬時もみ合いました。離せ刺すぞ夫の右手に。 ジャックナイフが光っていました。そのナイフは夫の愛憎のものでございまして確か夫の机の引き出しの中にあったのでそれではさっき夫が家へ帰るなりなんだか引き出しをかき回していたようでしたがかねてこんなことになるのを予期してナイフを探し懐に入れていたのに違いありません。男の人は身を引きました。 その隙に夫は大きいカラスのように二重回しの袖を翻して外に飛び出しました。泥棒と男の人は大声を上げ続いて外に飛び出そうとしましたが私は裸足で土間に降りて男を抱いて引き止めおよしなさいましどちらにもおけががあってはなりませぬ後の始末は私がいたします。と申しますと そばから四十の女の人も、そうですね、父さん、気違いに刃物です。何をするか分かりません。と言いました。畜生、警察だ。もう承知できねえ。ぼんやり外の暗闇を見ながら、独り言のようにそうつぶやき、けれども、その男の人の葬みの力は、すでに抜けてしまっていました。 すみません。どうぞお上がりになってお話を聞かせてくださいまし」と言って私は式台に上がってしゃがみ私でも後の始末はできるかもしれませんからどうぞお上がりになってどうぞ汚いところですけど二人の客は顔を見合わせかすかにうなずきあって それから男の人は様子を改め。何とおっしゃっても、私ともの気持ちはもう決まっています。しかし、これまでのいきさつは、一応奥さんに申し上げておきます。はあ、どうぞ、お上がりになって。そして、ゆっくり。いや、そんなゆっくりもしておられませんが。と言い、男の人は街灯を脱ぎかけました。 そのままでどうぞ。